重森旧男は長野放送のアナウンサー。1991年9月21日、長野県にな生まれ。高校在学中は陸上競技部に所属。大学在学中、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院に交換留学をしていた経験がある。e 一 c の点数は940点。2014年4月、南日本放送入社。同期は、 藤本真美と、増田ゆ香子。2016年3月6日、鹿児島マラソン2016の中継番組ではフルマラソンを走りながら中継リポーターを務め、その後完走。2017年3月5日、鹿児島マラソン2017の中継番組でも前年同様ランナーリポーターを務め、完走した。タイムは5時間24分56秒だった。 2018年3月31日、南日本放送を退職。2018年4月1日、長野放送に移籍。趣味は、走ること、自転車、特撮鑑賞。鹿児島マラソンの中継番組で、ランナーリポーターを務めたほか、プライベートでも、フルマラソンを走っている。ベストタイムは、2017年に、 第36回イブスキナノハナマラソン大会で出した3時間33分26秒。その後、2020年別府を行った毎日、マラソン大会にて2時間52分52秒と、大幅に更新。テレビラジオテレビ、新週夢んがラジオ、ありがとうございます。